それでは皆様感謝してまーす。それではオープニング参りまーす。せーの、ひとりさんの愛と楽しいを配信するオフィス花江。からのみんなで言おう、せーの、だんだん夜の未来の明るい。ありがとうございます。ということで皆様、本日も元気なお顔を見せていただきありがとうございます。そして元気なお声を聞かせていただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ひとりさんの教えてくださいました言霊ご神言、だんだん良くなる未来は明るいよ、こちらではみんなで100回言っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ただいま、だんだん良くなる未来は明るい、1日1000回、21日間ゲーム、もう絶賛開催中でございます。これからね、楽しくチャレンジできる方は無理なくチャレンジしてみてください。そして、ご報告をください。斉藤ひとり塾言霊シアン、認定とさせていただきますので、皆様のご連絡をお待ちしております。そしてすでにもうたくさん言ってくださっている皆様は引き続き、ご支援ね、言って言いまくって、ますます運勢上げ上げ上機嫌、ますます楽しい毎日を一緒に過ごしましょう。今日も全国各地より、本当にね、ご参加いただき、それぞれ、お楽しみ様、お幸せ様でございます。ありがとうございます。ということで、ちょっとのお時間となりますが、あのね、まだご一緒できたら、このご一緒できることに感謝いたします。はい、それではね、ちょっと100回の前にひとりさんの1日1語読ませていただきたいと思います。本日は3月13日、人はやり残したことがあるから生まれるんだ。やり残したこととは魂の成長なの。もっと成長できるから生まれてきたんです。あなたはどんなことをやり残したんだろう。自分が神の子だとわかるために生まれてきたのかもしれない。親のありがたみをわかるために生まれてきたのかもしれない。そこには何か、必ず使命があるはずだよ。それがわかるまで楽しく生まれ変わろうね。以上、ひとりさんありがとうございます。皆様ありがとうございます。万歳参加いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございます。皆様もお聞きいただきありがとうございます。はい、感謝でございます。それでは続きまして、だんだん良くなる未来ばかり、いよいよ100回お昼の旅行かせていただきます。100回の後は、花いたい劇分合劇一緒に行きたいと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。はい、途中ね、音楽、大きくかけさせていただきますので、皆様を、お声の出ないミュートの状態にさせていただきますので、ご了承ください。ただみんなでだんだん良くなる未来は明るい、いうのは変わりありませんので、よろしくお願いします。そしてね、あの、体動かしたい方は自由に動かしてください。動かさなくても大丈夫ですんで、ますますノリノリで、なっていただけたら嬉しいでございます。ということで、よろしくお願いします。皆様、それでは、準備の方はいいでしょうか？あっ、今日も楽しんでますか？あっ、まだまだ楽しめますか？あっ、ありがとうございます。それでは、だんだん良くなる未来は明るい、100回、お昼の旅、出陣！それでは参りまーす。せーの、だんだん良くなる未来は明るい、だんだん良くなる未来は明るい、だんだん良くなる未来は明るい、
だんだん良くなる未来は明るい。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 だんだん良くなる未来は、だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来。だんだん良くなる未来。感じてらっしゃると思いますが、だんだん良くなる未来、100回を優位に超えて、150回となりました。おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、おめでとうございます。ますますの得すみ、おめでとうございます。ありがとうございます。
ということで、興奮冷めやらぬまま、このまま、花火大会気分、攻撃、いきたいと思いますので、お声出せる方は、ご一緒に、お願いいたします。それでは、はい。喉乾いた方は、水分補給を、ちょっとしながら、やっちゃってください。それでは、ありがとうございます。花火大会気分、攻撃、参りまーす。せーの、花火大会はい、元気気分我々を撃ち抜きを突撃したいわー厳しい深く切り込んで気付けて泣くのはない隠し貫いて抜いて ありがとうございます。皆様のおかげさまで、ますますいい波動が入りました。おめでとうございます。おめでとうございます。いただきます。せーの、バンザーイ。イエーイ、ありがとうございます。本日も宇宙一幸せなお時間、ありがとうございました。ありがとうございました。この後も上機嫌で絶好調。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。企業5秒前、4、3、2、1。ふわふわ。感謝します。ありがとうございました。楽しんでください。